ちょっといいコメント来たんですけど、えー、それをコメントで書いて、えー、自分で読んでみてあ、これちゃんと説明できてるのかなってことで、一本取りたいと思いますけども、本日2023年の6月21日水曜日午前10時を回ったところです。大理科の大浅大師でございます。失敗小僧がお父、大津さんのお父さんは建築関係の会社の社長で、警察と太いパイプがあり、大津さんのバッグに警察がいるという内容の動画を投稿しています。 大,津大浅大志さんはそれと正反対の意見ですがその根拠を説明してもらえませんかもし失敗小僧さんの意見が正しければ大津さんはカチャンされないはずですねえまあ私は失敗小僧の話は信じられませんがということであの大津さんからダイレクトメールが来ましたこれは私からアクションを一切してません今までまあ ね分かりましたとか弁護士さんに相談しますとこういう一行のやつを除いた感じで二2回しか来たない要点は1つ私が出した動画に対してどういうことですかって来たやつねそれともう1つは、えー私えーこ,のえー、この動画は私の字じゃないです っていうやつに対して私が反応したやつ私というか世間が反応したやつに対してその書類はどうやって入手したものですかってこの大きく2つね1つは私のある動画に対して大津さんサイド側からアクセスをしてきた、ね、あもう1つは <laughs> あのこの文書はどうやって手に入れたんですかって私が別に何、ね、かやってたわけじゃなくてそれも大津さん側からアクション来たわけね これにより、大津さんの後ろに警察がいないというのが確定します。そのアクションに対して私、仕掛けていってます。というか、そもそもその動画自体が、これ何ですかという動画自体が仕掛け動画なので、だから他の,他の人には分からないはず。それに食いついてくるということ時点でもう、うん、後ろにはバック、警察がいないなと思って、さらにそれを確定させるために仕込んだやつで、えー、なんていうか、警察じゃない。 まず1つは、もしね、警察からが動いてるんであれば、そもそも大津ツサンサイドから来る前に、もう半年も、ガーシーをやったあたりから、だから、去年の10月ぐらいに消費者庁経由で私の警察とかから、これ何ですかって聞きに来るはず <laughs>、そもそもね。それ、今、それ動いてないから、行政側がそっち動いてないから、私が動画つづ作り続けたりしてるんですけど、その一部をダイレクトメールで5月にやってるはず。 要は、革新的なものをやってるはずなの、まあ全部はやってないよ。で、弁護士さんからアクションが来れば、えー、あの大津さんのバック側に、なんか警察とかそういうのがいるとかね、そういうのを考えるんですけど、一切アクションがないわけ。要は見てるわけ。み見,て見ている中で、それに対してアクションを起こさないということは、ねえー、それによって私は、残念ながら大津彩さんを豚箱に送り込むっていう活動をしてかざらえないの。 だからそういった意味で、えー、その失敗小僧さんのおじさんのパパの後ろ側に、えー、公安がいるというのはもう全くの見当外れ。検討外れ。だ失敗小僧さんは別にね、そういうエンタメとして作っていってるわけでしょ。私は違うんですが、私の動画ってのはほぼ仕掛け動画なんで、ほとんど人がわけわからないはず、ね。仕掛け動画なんてわけわからない、もしくは反感があるわけね。ねえー、パソコンの前でペラ,ペラ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 なんか言って、人の動画の悪口とか言ってっていうやつが仕掛け動画なんで。<laughs> そういうふうに見えてそういうふうに来るのは分かるけどでその仕掛け動画に対して警察が動いてないという、ね、気配を感じるので、えー、つむしろその仕掛けに引っかからないのでだから大津さんの後ろには警察はいない。 いないイコール、どういうことかというと、大津さんが直接立花さんをつながっているか、もしくは、大津さんの裏側が立花さんサイドの誰か裏側とお、要は立花さんと直接つながっているかも分かんないよな。と、立花さんの裏の誰かと、誰かというか、グループの誰かと、大津さんのグループの誰かがつながっている可能性がある。で、それ、合致するのは、警察は動いていない。それだけは合致します。それ、なぜかといたらその DM の中に、ね、シリエイならば、これ、やっていかないといけない案件が入っているはず。 ね、そ,れそれね裏側にそのやっていかないといけないやつらが、ね、見てるかもしれないということでやってってるから俺。ね、<laughs> 大津さんがスケルトン派じゃないという疑いを持っていながら,らそもそもそういうダイレクトメールことを来る瞬間に国政政党の代表者がそういう代表をやるということにあ来るということであこれなんか情報を引き出してそれに対して対策しようとしてるなっていうのは分かるからでそれに対応できる形の情報しかやらないからね。 それをや,らないやってないから、えあ、これはもう大津さんはもう踏み入れてると。そっちの世界に一部でも踏み入れてるから、豚箱に送り込む、そういうことをやりますで。警察に言ってないってこと。言ったとしても動かないような言い方。本気出してない。本気出してやろうとしてないわけ。本気出してスケルトンにしようとしてないということがわかるわけ。私本気のス,スケルトン派でしょ。だからその DM で知り得た悪事を、これ悪事なんですけど、悪事を ね、隠蔽してるの大津彩さんが国政政党の代表者が、ね、一般国民からえこういう悪事してますよっていうのを、えー、知り得て弁護士さんに相談しますって言ってるのにその後アクションしてないでしょ警察いるわけねえじゃん今捜査してますってそんなレベルじゃないもう1年も以上前からもうやってることに対してやってるわから、ね、その動画,動画についてどういうことですかだからこういうことですっていろんな 詰、ね、将棋なのいっぱい詰めてってるから,だから一つ一言じゃ語れないやつをあえてぼかしてやってるからでそ,れそれ弁護士さんに相談したんであればその大津さんサイドの弁護士さんが警察とつながっててそ警察に刑事告発するからその詳しい情報を教えてくださいって来るんだったら分かるよ来ないから一切一切来ませんから, <laughs>、ね、から分かりやすいでしょ警察いません失敗ぱいさんの予測は外れました残念ながら。 警察、大津彩香さんのパパの裏には警察いません。むしろ逆ですってのが分かるわけ。はい。<laughs> 逆です。つながっあのそっちに操作されちゃい,いない集団が後ろにいますってこと。で、それに対して、じゃあどうやって大津彩香さんを豚箱にやろうとするかっいうと、まずはですね、私、ファーストステップとして、総務省の実行政局せ選挙部の政治資金、政治資金化。 こっちを、まあ、政治資金規正法上の組織変更とかそういうのを担当する部,部署を国家賠償法により、えー、訴訟を検討してきます。なぜかっつったら多分立花さんがそれ利用してるから今回の巨額11億円詐欺疑惑あるでしょこれ分からない人は、えー、説明欄にあの概要欄にあの。 えー、高澤和成さんの哲学者の,、えー、そのノートを貼り付けておきますんで、えー、その文,文章を読めば分かります大概の人は私の動画見ても分からないそれなぜかさ私の動画っていうのは、ねあのうん、まずは一つは仕掛け動画がほとんどだからだから普通の人が見るエンタメじゃないから,だから失敗小僧さんのようなエンタメじゃないですよ私のやつは誰かがこのエンタメに対して反応してきますと。 今までは国政政党の代表者が反応してきたってことがあるでしょ。立花隆史は一切反応してきません。だから頭いいんです。超頭いい。ね、例えば、同島の消防団の X 分団の分団長が反応してきました。ね <laughs> ね、あとは、山梨県警が反応してきました。これ、山梨県警、確実に反応してるのが分かる、ねあの。自分たちの指摘されたやつを、ね、削除するとか、そういう行為やってるから。 一、ね、日がだから見てるわけ、山梨県警がね、この動画を見てたっていう証拠が分かるんだけど、とか、あと、えー、これはちょっと私のあれかどうか分かんないけど、その足跡らしきものの件ね、これに関しての相当の反応があるわけ、小倉美咲さんの事件とかね。ねだから私の動画というのは、もう仕掛け動画がほとんどメインなんで、だ仕掛けられた人しか反応したくないので,で、頭いい人は仕掛けに乗らないわけ。だから立花隆は超頭いい。超頭いい。 な何にもしてこなかったからでも立花隆の周りにいる人が反応しちゃったからだから今分かっちゃった立花隆が何をやっていったか分かるから総務省の政党助成室じゃなくて自治行政局の選挙部の政治資金課の方を国家賠償法で検討訴訟することを検討してきますそれによって何が起きるかと,いうと大津彩香さんが豚箱に行っちゃうかもしれません だから今なら間に合います。今なら自主的に総務大臣が返還命令やる前に代表が定まってないので今お返ししますって政党交付金を返したほうがいいと思う、ね。それをもしくは総務省と相談してやっていったほうがいいと思う。ね、今だ代表が定まってないんだから口座凍結しているようなそういう犯罪に使われるかもしれない口座に振り込ませちゃったんだから。ね、これ本当に国家賠償法をやってきておそらくですけど私が負けるんですよこれ。国家賠償法やればね。 総務省がちゃんとしてますっていうふうになるそうした瞬間に大津彩さんがカシャンその可能性がありますだから大津彩さんサイドのバックに警察になるバックに警察いるんだったらねそもそもがああいう動画を作らないのダニエルさんとかにのところに行ってああいう動画を作らないわけあの動画を見て私は総務省に仕掛けていったんだから電話でね最初はい以上です